さあ評判クソ落ちましたが10月評判直って、はよ評判直って。評判は丸一日直らんないからな。とりあえずね、評判直してランクアップしたい、ランク6。まだジャイアンリサイタルやってる。はい、終われ。こっち行こうかな。お茶。とりあえず評判上げてから次何するか、評判じゃないね。ランク上げてから考えたいんだけど。まだ探索力が足りないのか。まだ歌ってる。わら。あ、終わった終わった終わった。よし、ランクアップ。さあ、さすがに10がね、最後だと思うんでね。まあ、どんどんランク上げていこうかと。こんにちは。ランクアップしたって聞いたわよ、お兄ちゃん。今回もご褒美あるわよ。梅、火星の地面、新ストーリー、本の謎4。今日もお疲れ様、おやすみドラえもん。あ、しまった。なんなんだ、どうしたんだい、のび太くん。なんでそれお店に忘れてきちゃったよ。なさっかしいな、早く取りに行ってきなよ。徒歩で行け。どこでもドア使う距離じゃねえだろ。あ、おかしいな。明かりがついてるよ。誰かいるのかな。まさか、泥棒。なんだ、おじいさん。あ、治ってない。のび太くん。こんな時間にどうしたんだい。ランドセル忘れちゃって。何か探し物ですか。ちょっと落とし物に。切符のようなものが落ちていたら教えてくれないか。あれ、銀河エクスプレスのやつだ。あったね。じゃあ、僕、これで、さよなら。え、何パクったの。ドラえもん、ドラえもん。なんだい、うるさいね、のび太くん。僕は財布いじるので忙しい。ミステリードレイン切符の持ち主はおじさんだったよ。太古の大陸。あー、ついに上級が。次のランクアップの条件も持ってきてる。あ、もういろいろやることが多い。食材、はあと1個。これは楽だね。 F キャラがあと4キャラ。コンテスト優勝に、検定、検定2回。さすがに厳しくなってきたね。これが6から7への条件。未来デパートに新商品増えましたよ。イベントの企画です、和菓子を作る体験教室。たい焼き、たい焼きって和菓子なの。これがわからない。じゃあ一番安い白あんたい焼き。ということで、まあ一つずついきましょうか。はい、気に入ったな。アイテム、野菜、人形タコが結構増えるんだよね。ヒョンヒョロって何なんですか。マンガー、松茸。松茸はね、ママに。ヒョンヒョロはまあ移動速度が速くなるんでね、こういうさっきの松茸とかと合わせたい。ジャイアン帰ってきたら新しいとこ行ってもらおう。で、思い出が5個。現在43、結構あるね。未来デパート行こうか。1日の売り上げ25万円、ね、ジャイアンブーストのおかげですよ。ショップ、
着せ替えカメラ。おっと、転ばし屋は一緒に戦ってくれるのはいいんじゃない。カラオケルームが建てられる。50、自由研究、これはまあまあまあ、まあ、ビッグライト、味方の力アップ、お願いの費用が下がる。転ばし屋とビッグライト、割とお願いもお値段がお高いんで、ちょうどあるんでね。これで、邪魔者に会うとき気力が75倍回復なんで、ほぼマックスで戦えるはず。で、ジャイアンチ総菜が足りないのはまあ今のとこはない。松茸90,000円結構ジャイアンチ持ってるね。よし、おかえり。はい、太鼓、ギガゾンビだ。か、過去の日本じゃねえか。クルルすでにいるのにね。行ってこい。で、トレーニング結構溜まって、一応全員上限クリアしたね。トレーニングアドベンチャー大丈夫だ、伸びるね全部。あー、メリメリって育つね。しかも始まったばっかりだから結構消費が少ない。でももうちょっと300、次の限界値300じゃないかなが見えてきた。みんな随分トレーニング頑張ってるみたいね。成果を確認してみたらどう？どういうこっちゃ。あ、ジャイアンなら勝つやろ。早っ。あー、やっかいやー。豚が2本走りやしてるけど。やったー、賞金140,000円。誰が賞金をくれたのかは分からんが、140,000円もらった。キュウヒ読み方すら分からん。何もらったんだよ。さあ、それじゃあお願いでちょっとね、仲間増やしたいよね。桜餅とかもういかがに作れるんだ。あら、アイス、あ、今のでアイス系か。もうね、作れるだろう。かき氷系もまだだよ。77,000。観葉植物あると良さそうだね。夕日だ。雑貨店、結構今お金があるんで、運送会社がお店にあるといいかも。やりたい放題すぎだろう。そしてラーメン屋高っ。休憩所、工作所、これキテレツのやつか。ここにあった。ちょっとお金これ以上は厳しい。試食コーナーは返信してくれる人いないのかな。返信する姿の意味が。じゃあじゃあ、白ワンたい焼きのイベント開催、ね、鉄板を買って帰る人も。鉄板が売れたぜ。お礼にお金。あ、めんこ試食コーナー来た。あ、むしろそうです。だが来たの、ちょっと遊んでやるか。おにごっことかじゃねえ、覚悟しろ。行くぞ、ギガゾンビの逆襲じゃ。回復 75% 回復はほぼマックス。OK、ジャイアン、やれ全員。相手は死ぬ。うお、耐えた。転ばし屋は強いのか。
長っ。うわ強っ。やれのび太深い弱いわ。力30は相手は死ぬ。ね、何もしてないくせに静かじゃん。帰ってきて。よし、邪魔者を追い払ってやったぜ。ケーキ記事。さあ、さらに新しい本。さあ、誰？知らない。ロビンソン漂流記。知らない。知ってる。ロビンソン漂流記。ケーキ。知らない。まだどっかに繋がったぞ。猿と似た動物がいるから、ここも地球か。面白そうだ。いろいろ研究して上野君の宿題にしよう。さらにポンプ。お、こいつの好物、必要なもんはもう作ってたか。お菓子発見。ロビンソン漂流記、ね、ロビンソン、主人公ロビンソンかな。多分多分そうなんだろうな。もしもボックス、スイートホーム。さあ、さらにでかくできる。これ今更だけどさ、ザラメ。最終的にここ全部行くのかな。もうだいぶ空いてるよ俺。マップ空飛ぶ車、21円もんだ。お客さん増えたね。いやー、なんかこうなせてないのあるね。埋もれていたお宝、サイパック。サイパックってあれか、あのエスパーマミが自分に受けて打ってるあれか。なんかすごいの来てるね、左側。タイムパトロール。タイムパトロールに使って捕まったギガゾンビじゃねえあれ。レトロモダンな休憩所。ヤオハチさん。物置の工作所。試食コーナー。いやー、どんどん広がっていくが。あ、巨大ロボットといえば、ドラえもん。せっかくだからこのロボットもお店に飾る。顔がさすがに大きすぎない？注目集めていいじゃない。じゃあ立てられるようにしておくよ。動き出しちゃったりしないかな。ちゃんと。おっと、これはリリル？リルル？どっちだっけ。巨大ロボット像が建築可能になりました。コンテスト上級。そろそろどら焼き新しいの作ったのぐらいでいきたい。新ドラ作れる。そうなんだ。読み方わかんないんだけど。おっと、これなんか見たことあるぞ。いやー、コピーロボット。お、先生。聞いてるやつ。まあまあ。ということで、この辺にね、新しいエリア作りたいかな。座席がちょっと足りなくなってきてるんで、新しいエリア作りたい。で、ジュドは手に入れれたんで、こっちはね、この鉄人28号みたいなやつを。
とね、やることが、やることが多い。次の審査員を呼びたいね。 F キャラはまあまあやってりゃ絶対に増えていくんで。誰これも知らない。入り口増設、レトロ、レトロ、レトロ系、レトロ作ったよね。でもちょっと足りない？まあ、一回呼んでみようか。F ポイント結構消費するけど。で、団子、団子系は割とあるか。団子素材取りに行こうか。で、今ここはどら焼きの、ね、どら焼き。探索力まだ足りないのか。で、新商品。お金は余裕が今あるんで。寒天。豆と黒糖で豆缶。まあまあどんどん作っていこう。で、団子系をもう一回強化しようと思うんで、団子も一つ作りたいと。団子、あっ来たか。これじゃない？柏餅。よし。あー、これでジャイ子が来るはずなんだけど。高級そうな。高そうに見える。高えんだよ。プリ団子をね、この次強化するんで作れるだけ作っちゃって。芋団子、あ、ドビンソン君はもう来てる。完売中。セーブじゃなくて立てる施設、試食コーナー。あ、レトロモダンな休憩所。ちょっとレトロ系の強化したいんで。こうやって レトロ系なレンガで、外扱いか。どら焼きめちゃくちゃ強化されて、パラメーターのアップ率がもうインフレだもんね。弁蔵さんの意見はいいよ。あ、まだ足りないんだよね。ちょっと F ポイントもない。おっと、復活すんじゃねえ、めんどくせえな。なんだっけ、団子を強化したいんだよね。ちょっと F ポイント足りないんで、ちょっと休憩。うわー先週のブーストがやばかったから、今週がめちゃくちゃチャチく見える。